第36回ぐらい、スカイランダム、今回ポーン準決勝第1試合、バンピー側が佐藤健さんだ、ハトサンマチーム、スーピー側が FT トムマッチダリオチームエネルギーがあるような気がするバンピー側は攻撃出力3人、スーピー側は1人、トムさんがコンボ決めてやる、じゃあ終わった終わったさあ、スタートゲーム選手は空投げです、コマ投げです、補正技がなくわからない、あの方でわからない、かもね、ミラクルかもね、ゼロ勝利範囲なかなかやるじゃん。さあ、スタートゲーム選手は一本選手でタイクーン 5A が、まあ、息が噛み合わずバックしても噛まれるっぽい、バンカーの敵、おっとっとっと、実況連射、実況連射すいません、まあさあ、しかしゲラン食らって頑張ってるけど関係ないぜ、ドーブンの勝利拳ああ、車輪が出なかったってやつですね、仕方ない、でもあの後無敵ないんだとか言ってる間にキョウムさんがスタート圏に沈められる、よろしくお願いします。スーピー側、時報出てくるのがバリオフラッキャー、東海ではバリオ式がとても有名な、まあバリオ系プレイヤーです、なんだこれ、さあお互いキャラは似てるけど性能は圧倒的にフルアッキャが強い、さあはこの方目がなかなかやってないとわからない、チクチクとゲージとダメージを取っていく制服、あれ3C ダメージよくわからん、 4C5C なのかな、制服は性能が分かりません、ダネ花火ぶちまけて、さあ体力は依然制服リード、ザエ確認していたが、これは補正蹴り自爆、ほっとりほっとり、どうしたんですか、ゼロ勝2敗、いや1勝2敗か、さあスタートで制服が1本選手して、立ち回りは自分は制服有利、そんなバカなさあ補正切り、補正トリプル補正切りダブルか、これシールカン通してダッシュ、リバサ噛み合って読み合って、さあ体力を回復したのはフルメーカーフラッキャー、当然こういう状況になると制服は攻めるしかない、さあガードが間に合う、ふざけんなあの後発生起こるんですかね、石暴れが噛み合ってダッシュ、もし一回立ち得たいく画面見てる、しっかり持ち上げたところ取って、さあガード方向がわからない、今度ミス、ミス残り10秒切って離して今度は当たって今度ミスって4321、うわよろしくお願いします、さあツンビ側あと2人、3人目出てくるのがマッチ不遂、1回戦では4立てを決めてオーラをまとって乗っているこの不遂、対してスタート圏選手は2勝2敗でプラマイゼロになったという感じですね、個人的にはサトゲンさんに負けてもらってぜひともカンタさんのリーズは僕は見たいんですが、でピッタでやってもらえるとすごく僕たちは胸熱なんですが、まあそんなことは置いておいて、さあオーラをまとったマッチが体力は若干有利、おたまです、立ち回りに関してはね低い方がね
待って、まあ制服は攻めなきゃいけない状況になると思うんですが、しっかり下の位置パンラッシュ逃げてラッシュ進んで下段を食らって暴れてコンボやはりミスってもう一度行きましょう。セールド投げられない、暴れ投げに行ったのか暴れ、まあサブネさんのね体力とちゃんと状況を見た暴れですね。さあまた、シューティーがこれに負けてしまうと残るは最初 F になってしまう。さあマッチ水が焦っているのか、制服相手かなり攻めている、ダッシュ越え安く進んでなんとか逃げたい、ここでしっかり拾い直して受け身もバレキレッシュシールド雑から3位かの読み合い、何でめんどくさい、読み負けて読み勝ったけど読み負けて暴れ一定読みの暴れ、これは仕方がない、参戦で画面端2列残りダッシュ越え、もつれて読み勝ってここは受け身取らない、ベース回収して放してる、さっきから放してるけどどうも対応できてないように見えます。ピガーチームこれは逃げてベースためても物投げがある、攻めるしかない、だがダッシュダンビーがこれは普通に振れぬ、さすがサトゲン制服スーピーが出てくるのは最初 SP その言葉を貫くことができるのか。さあ、スーピーが大将レベルの SP ミヤコ、の試合では、まあ、わりかし勝ち越しっているのかな、まあ、先生についてはまあ不明ですが、SP さんは勝てるって言ってましたんで、まあ、きっと倒してくれるんでしょう。超新細胞派生まで出して、しっかりガードしているたとき、セフス。ダッシュ投げ。下段。固め。バックスにも引っかかる。有利フレーム取って。タツマに戻る。B 調子、しっかりガード。こういうところができる。さすがさ、たとき。準優勝はなってない。西を着地に重ねるもガードされてあまり確定ポイントが取れない制服。さあこれジャンエイが着地に当たってまあなんかインバってるけど問題ない、ゲスマックス大砲で拒否で時間の方は気がつけば残り25秒で止まった状態、体力差は制服が圧倒的有利でコンボも決めて下段食らってレジェンスもしないし諦める。さあサトケン選手は4立てなるか、ふう投げ昇竜拳で拒否、昇進中右に暴れて、まあその対空が噛み合って昔から動かないで、この昔からさあ制服は若干余裕があるように見えます、しっかり直がバックしてなかなか捕まえても強いタツを通せない、下段ですあれ確かさあ低打ボッテーションボッシャがね下げて解放汚い解放見たぞ。さあFT ミヤコは息をしてないように見えます、惜しい、もちろんスパークゲッパーダウン打ち、ジャンシー投げてさあ補正いきます、フェーズこれが最後の、おっとさすがにやってるだけやってネタを知っているバックしてさあちょいためで選んでまだ20秒でわからない、先客集団ノーキャン、さあ場所に戻って解放、何やってたサンドケン政府の4立て、